父さんが義乳に、え、違う、義乳が父さんになって、あ、すみません、どうか父さんをお願いします。 そろそろ飽きてきたかな。もう終わりにしていいか。
Yeah.
ちまったって言うな。ずるとさだそういうことあるよな。しかっていつだって使い捨てられるんだ。どちらか上がらねえかな。生きてたらな。それをどうするつもりだ、うん、おいおい、オラとの勝負はまだついてねえぞ。Thank you.
取れたみてえだな。くそー、今度こそこれだ。もうはいかねえぞ。外れだ。面白くもない。もう終わりだ。安心しろ。お前のエネルギーは俺。待って、ミラ。ねえ、あなたの後ろには誰がいるの？あなた一人で時間を超えて私たちに立ち向かうなんてできるわけないわよね。そう。だんまりなの。まあいいわ。ミラ、もう少し放っておきましょう。いいでしょ。どうせあなたにとってはただの雑魚よ。大したエネルギーにもなりゃしないわ。今はまだね。さあ、そろそろ次の時代へ行きましょう。もう少しだけ生かしておいてあげる。でも私たちの邪魔をしたらすぐに消えてもらうから。待ってください。今追うのは危険です。まずは戻ってきてください。
く私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっと嬉しかった。私をここまでこけにしたおばさん、絶対に許さんぞ、虫けらど、じわじわと殴り殺しにしてくれ。なんだと、なんだ、まだいたのか。わざわざと目障りな。貴様らまとめて皆殺しだ。戦闘力はどんどん上がっている。そしてそれは貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。どうも何に触る野郎だ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。今度は死ぬかもね。見たことのない顔だね。そいつらの肩を持つつもりか。変身しろフリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだろう。そこまで心配だろう。私はあと3回変身を残しているんですが。私を本気で怒らせたんです。恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談を普通に。ちょっと本気でスピードを上げたらついてくる。それでもスーパーサイヤ人だ。オラは地球育ちのサイヤ人だ。この人に殺された。
サイヤ人たちのためにも、お前だ、このナメック星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらない。おめえちょっと頼まれてくれた。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。やるしかねえんだ。Thank you.